ここがあなたの部屋。見慣れないものに囲まれて、ところで、あなたの部屋に出かけたいという私の依頼についてですが、そのご不審に思われます。実は折り入ってお話ししたいことが。こちらの世界を探訪して私は多くのものに触れました。何もかもが忘れられない思い出、きらめく宝珠のようでございます。にぎわう街並みを歩いたり、食を楽しんだり、神社で無邪気に過ごして、あなたの学校にも行って、そして私気がついたのでございます。私は無意識に依頼の回を追うごとに、よりあなたに近しい場所を指定しておりました。ですから本日はこちらの世界で最も深くあなたを知り得る場所、あなたの部屋に出かけたいと依頼させていただいた次第でございます。失礼いたします。覚えておいででしょうか。以前学校を案内していただいた日、あなたに触れた私が充実を感じると申し上げたこと。私にとってああいった心境の変化は初めてのことでございました。どうして私は充実を感じたのか、私こちらを訪れてようやくその疑問の答えにたどり着きました。答えは実感だと存じます。ベルベットルームの住人である者が心待ちにするのは客人、その訪れだけが外界との接点であり、私どもに意義を与える。こうしてあなたに触れることで私はそれを得るのでございます。いっそありていに申し上げます。私世間知らずゆえにいろいろと頓拠なこともあったかとは存じますが、さすがに私でも殿方の資質に上がり込む意味くらいは存じております。もしあなたさえよろしければお手引きをいただきたいのです。ありがとうございます。初めてこちらの世界に来た頃とはまるで別人になった自分がいる気がいたします。これ以上こちらにとどまっては己の本来の役割を忘れてしまいそうですが、それはあなたにとっても不利益ですから、こちらの世界を巡り歩くのはこれを最後にさせていただきたいと存じます。私の好奇心に最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。本当に。それでは名残惜しいですが参りましょう。